最後の記者会見になりますけれども、ご出席の記者の皆様にも大変お世話になりました。先ほど野田総理が482日間だったというお話がございましたけれども、1年4ヶ月、野田政権の外交を担わせて、いただきました。まさに、国際社会のですね、秩序とかルールとか規定するようなですね、この局面で、私なりに日本の国益を最大化をする、そして、まさにですね、これからの国際社会、そしてアジア太平洋の発展に向けた秩序を作る、ルールを作る、そのための日本にしていくということで、全力を尽くしてまいりました。特に印象的だったのは、まず一つは日米の問題でございます。鳩山さんによって一時揺らぎが出たとこう言われましたけれども、私は日米関係は立て直したというふうに考えております。先般も、アメリカの議会でですね、グアムの移転予算というものが通りましたけれども、ある面、いわゆる海兵隊のグアム移転と嘉手納以南の土地の返還と、その2つとですね、普天間の進展を切り離した、一つの効果ではないかというふうに思ってます。ただ普天間の固定化というのは絶対にあってはなりませんので、引き続きどのような立場になってもですね、普天間の移設に向けて努力をしたいというふうに思います。また日米の地位協定、見直しまではできませんでしたけれども、ただ地位協定のいわゆる改善ということで、改定まではできませんでしたけれども、2つ行いました。実質の見直しだと申し上げても私は過言ではないのではないかというふうにも思ってます。これから日米関係を立て直すという表現を使っている、これから誕生するであろう新政権が何を具体的にどう立て直すのかですね、よく見ていきたいというふうに思ってます。基本的な素地はもうできていて、2プラス2でもですね、日本がそのさらなる役割と責任を果たすというふうに言っているわけでありますし、あの2プラス2で実際に極めて大事な計画検討なども実質的に進んでいますので、何を具体的に指して言っているのかということが私にはまだよくわからないと、集団的自衛権のことなのかもしれませんけれども、それは若干時間がかかるのではないかというふうに思っています。それと、アフガンとか東京会合、あるいはミャンマーで道筋をつけた、特にその1月から円借款再開するとかですね、ODA も15年ぶりにですね、ずっと減少してきたんで、反転の端子を開いたと思ってるんですが、また来年度予算でもですね、71兆枠の中でもなんとかですね、その端子を端子に終わらせずにですね、増やそうという思いでやってたんですけれども、今度枠が取っ払われるということでありますから、少なくとも ODA のこの反転はですね、しっかりそのまさに短所に終わらせずに反転させてもらいたいというふうに思っています。日ロもですね、さまざまなことがありました。私の時にも首相がですね、北方領土を訪問したという事態になったわけでありますけれども、ご存知のようにチェルノブイリ人の北方領土訪問というのが1993年ですか、あったわけで、あのあと東京宣言になっているわけです。ラブロフ外相とも6回、またプーチン大統領とも一度ソチでお会いをしましたけれども、あらゆる分野での協力関係を進めながら双方受け入れ可能な解決を領土問題で図っていく、そして平和条約を締結するという、こういう課題についてですね、
定の一定のレールは敷けたのではないかというふうに思っています。北朝鮮の問題についてもこれはミサイル発射が4月にありまして、すぐさま議長声明を出して、日本は一定のリードができたと思っておりますけれども、その後ご存知のような日朝の対話というものを始めたわけであります。ただまたですね、非常に残念で、とても容認できない話でありますけれども、ミサイルの発射というのが行われたということで、国際社会として断固たる対応を取りつつですね、この間行われてきた日朝の対話というものはどこかで私は生きてくるというふうに思っているところであります。日韓につきましては、個人的な要因に私はかなりよるのではないかと思いますが、イ・ミョンバク大統領の竹島上陸というのがあった、それについて、ICJ の共同付託というものを国際法にのっとってしたわけであります。今単独付託というカードを、あえてですね、次の政権のために残したようなところがございます。やはり日韓の関係というのは非常に大事であって、これは基本的な価値観を共有しているわけでありますし、戦略的な利益も共有しているわけでありますから、やはりまず日韓をですね、しっかりとしていくということが大事だろうというふうに思います。この間もかなりですね、地ならしというか、キム・ソンファン長官とはですね、行ってきました。で、韓国も政権の交代がありました。大統領も変わりましたので、私はそういう環境というのは十分作りうるのではないかというふうに思います。日中につきましては、9月ですか、の尖閣三島の取得保有までは、少なくとも戦略的な互恵関係の深化ということで着々と進んでいたわけでありますけれども、ご存知のような尖閣をめぐる事態になっているわけであります。そのこと自体、日中関係に大きな影響を与えたことは事実だというふうに思いますけれども、日本としては基本的な立場をしっかりと維持しながら、冷静にかつ適切にこの間対応してきたというふうに思っております。いつも申し上げておりますけれども、この問題は、日本も中国もですね、対極的な観点を見失わずに、お互いにとって、大変重要な二国間関係の一つで、ございますので、戦略的な互恵関係の深化に努めていく、尖閣をめぐる事態は我が国の基本的な立場というものを維持をしながら平和的に事態を沈静化をさせていく、そのための意思疎通を現在も行っているところであります。いわばことを収めていくための下ごしらえもしてきていますので、どこかの段階でですね、しっかりとことを収めていくということが必要だというふうに思ってます。いずれにしても記者の皆様にも1年4ヶ月ずっと お付き合いをいただいた記者さんもいらっしゃいますし、新しくいらっしゃった方々もいらっしゃるわけでありますけれども、さまざまな叱咤激励いただきまして本当にありがとうございました。お世話になりました。はい、それでは質疑に移らせていただきます。ご質問のある方どうぞ。よろしいですか。豊山さん。琉球新報の豊山です。はい、最後に質問させていただきます。はい、昨日森本大臣の会見でですね、軍事的に沖縄なくても良いが政治的に考えると沖縄が最適な地域という
発言がありまして、まあ、地政学的なあの観点というよりもですね、政治的に受け入れる、まあ、土壌が沖縄にあるということです。まあ、普天間の移設先として決定したというような発言があったんですが、この発言に対してですね、大臣がどうお考えになっているかという一点とですね、あの、まあ、地元の名護市や県知事で今回の衆院選に当選した、まあ、当選者も全てあの県内移設に反対しています。今先ほど大臣最後のあの話でですね、普天間建設の努力をしていきたいというお話もあったんですが、移設の努力をまあしていきたいというお話もあったんですが、あの今の現状からですね、もう県内移設、辺野古移設は可能だというふうにお考えであるというお考えでしょうか。それとですね、まあ、この任期中ですね、まあ、先日補正されたあの環境影響評価の評価書が県に提出されましたが、この普天間の移設問題が進展したというふうにお考えでしょうか。3点お願いします。まあ、あのまとめてお答えいたしますけれども、私は日米安保、そしてその負担というのはですね、全国で分かち合うべきであるというのが持論でございます。ただ今沖縄に負担を担っていただいているその大きな理由はやはり地政学的な理由だというふうに私は思ってお願いをしているということです。ただ抑止力を維持しながら負担を軽減するということは可能だというふうに考えておりまして、そのためにこの間も嘉手納以南の土地の返還に熱心に取り組んできたつもりです。まとまるところまでだいたい来ているわけで、あります。で、先ほど申し上げたようにグアムへの海兵隊の移転も普天間の問題が全く進まなければ移転はないというのがこれまでだったわけでありますけれども、それはそれで進めるということで、いわば負担の軽減をですね、先にしていくということを行ったわけであります。私はこれからその実はですね、上がってくるのではないかというふうに思っています。ですからそういう軽減の努力をですね、どのような立場になっても引き続き行いながらですね、我が国の安全保障の観点も見据えつつですね、沖縄の皆様の理解を得られるようにまた別の立場になってもですね、努力していきたいというふうに考えています。他にご質問ございますでしょうか。はい、じゃあ二階堂さん。朝日新聞の二階堂です、はい、現場大臣ご自身ですね、今後、外交安全保障の分野に関してどのように関わっていくお考えでしょうか。また民主党のですね、外交政策、いろいろ批判もありますけれども、どのように立て直すというかお考えで、ありますでしょうか。どういう形で関わっていくのかはまだ何かですね、党でどういう立場でということがこの直近でですね、何かということが定まっているわけではありませんけれども、言うまでもなくこの外交安全保障の問題にはこれからもですね、深く関わっていきたいというふうに思っています。政権が与野党で交代した3年3ヶ月前からこの間における、一つのその良かった点というのは、やっぱり与党と野党、少なくとも与党第一党と野党第一党との間で外交安全保障政策に大きな違いがなくなったと。もちろん差異というのは当然あっていいんですけれども、大きな違いであってよいのかどうかというと、私はそうではないのではないかというふうに思っていて、やはり外交安全保障政策はそのリアリズムの観点に立脚したものでないと私はいけないと、もともとそう思っておりますので、そういう意味で民主党のですね、外交安全保障政策をまたですね、
まあ、しっかりとこれまでの蓄積を踏まえた形でですね、構築をしていきたいというふうに思っています。他によろしいでしょうか。はい、杉本さん。産経新聞の杉本と申します。はい、先ほどのご発言でその外交安保政策に与野党の違いが大きな違いがあったらならないということでしたけれども、その3年3ヶ月の中でその民主党政権であるからこそこうできたといったようなそのことについて、どういうふうに考えていらっしゃるのかということと、あと鳩山政権時代にですね、揺らぎがあったというご指摘があったと思うんですけれども、この3年3ヶ月の間の民主党の外交政策の反省点について、その大臣としてどういうふうに考えていらっしゃるか、2点お聞かせいただいて。外交安全保障政策に限らずですね、私は3年3ヶ月を反省するとかですね、総括するとかっていうよりも、むしろ3年6ヶ月とか3年7ヶ月を反省し総括した方がいいと思ってるんです。3年3ヶ月の成功と失敗、特に負の部分っていうことの大半はですね、見通しの甘いマニフェストによるものであったわけで、そのマニフェストの作成過程含めたその部分をむしろ反省すべきだと私は思ってるんですね。あの時に民主党全体でですね、しっかりとした議論が行われたわけでもありません。そういう中で、出来上がったマニフェスト、私はあのマニフェストで政権交代が行われたともあまり思ってない、率直に申し上げて。ですからそういった3年3ヶ月というより、よりは3年6ヶ月、3年7ヶ月を振り返った方が私は正しい総括ができるのではないかというふうに思ってます。他方情報公開の分野でも外交分野で進んだところが当然ございますし、経済外交などもなかなか自民党進めきれなかったところを進めることができた。実際に日中韓の FTA も RCEP も交渉開始です。 EU も事実上ですね、始まります。 TPP もですね、かなりのところまで行ってるわけで、日米の問題あるいはこれから日本の国力という問題を考えたときに、特にこの少子高齢化社会、労働力人口の減少がある中で TPP をどうするのかということを新しい政権がですね、しっかり解が出せるのかどうかですね、むしろ注視をしたいというふうに思ってます。ですから直接の答えになってないかもしれませんけれども、民主党としてはやはりあのマニフェストで、これは正しいと思ったところはしっかり行って、これはむしろ財源の見通しが甘かったとか、これはちょっと言い過ぎたとかっていうところについては率直に誤りを政権、途中でですね認めて、そこは正直にですね、進めてきたと。税と社会保障の一体改革もそうだと思いますし、最低でも県外の問題もそうだったのではないかというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、倉重さんどうぞ。朝日新聞の倉重です。はい、大臣お疲れ様でした。改めてちょっとお答えにくいかもしれないんですが、対中政策について民主党は一貫して冷静慎重な対応ということで自衛隊等 の、 検討ということで総理もおっしゃってましたけども、極めてその中国が挑発行為を続ける中で、冷静に対応してきました。で、一方は自民党安倍政権はですね、公約で公務員 の、 常駐の検討というより強硬な態度を示しているんですが、中国のこの尖閣に関するアプローチの仕方で民主党がこれまで取ってきた慎重姿勢の評価とですね、それと今後どういうふうなアプローチを取るべきであるというのを考えかお聞かせください。
挑発もしなければ挑発にも乗らないという姿勢を続けるべきだというふうに思います。私は多分にですね、公務員の常駐検討というのは検討という言葉に象徴されているように選挙対策の面が強いというふうに思っています。譲れないものは譲れないと、先ほど申し上げたように基本的な立場をきちっと維持した上でですね、意思疎通を維持強化して、ことを収めていくということがやはり求められるというふうに思いますので、おそらく今のですね、下ごしらえをした路線をこれから歩むのではないかというふうに考えています。他によろしいでしょうか。吉田さんどうぞ。西日本新聞の吉田です、はい、2点お願いします。日米安全保障条約はよく議論になるんですが、大臣は偏無的だと今思っていらっしゃるのか、日本とアメリカでというのが1点。もう一つ、先ほどの日米安保の負担は全国で分かち合うべきだというお話ですが、その中で象徴的な普天間でさえ県内移設ということになっておりますが、抑止力を維持しながら、普天間も含めて負担軽減を全国でできるのであれば、最低でも県外と一時期言っていた民主党ですから、野党時代に具体的にどういうふうに全国で分かち合うのかという案を示すべきではないかと思いますけれども、その2点お願いします。象徴的な普天間ですらとこういう話でありましたが、普天間だから難しいという側面が私は特性から言ってあるのではないかというふうに思います。ただ今おっしゃったように、全国で負担を分かち合うといったときに何をどうより具体的に分かち合うのかということについては、これは野党になったら野党になったでですね、それこそリアリズムの観点に立ちながら、しっかりと検討していきたいというふうに思います。これは大事なことだと思います。もっと言えばタイムスパンも含めてですね、考える必要はあるだろうというふうに思います。日米安保条約が偏務的か総務的かっていうのは、外務大臣としては総務的だとこういうふうに当然言うわけであります。ただやはり日本として日米安保においてですね、安全保障だけじゃないんですけれども、今の国際社会のパワーバランスを考えたときに、さらなる役割と責任というものを日本として果たしていかないと、新たな国際秩序、安定したかつ平和的な国際秩序というのは作りにくいというところがあると思っていますので、そのさらなる役割と責任というところについてですね、よく与野党ともですね、議論する必要があるのではないかと思っています。よろしいでしょうか。よろしければ終わらせていただきます。はい、現場大臣ありがとうございました。どうもありがとうございました。